いいらっしゃさんおはようございます。今日は3時30分ちょっと遅めのスタートになりましたね私にとってみたらあのー、なんか地震がありましたねうーん,なんか震度5ぐらいの地震があ四国九州あの辺り中心に起きてまあ広島でも震度3ということなんですけども広島から1 0 0離れた私の町ではほとんど揺れは感じなかったんですがただ地震警報だけ聞きましたね。 でこれによって南海トラフの起きる確率が70%から90%に引き上げられたということでございます。えー、っとね、こういうふうにね、災害って私たちが何の準備もしてないときに、それこそ寝てるときとかお風呂に入ってるときとか、なんかね、場合によっては、そのね、なんかの営みをしてるときに急にやってくることがあると思います。まあ、こうやって動画撮影してるときに、ドカーンとね、いきなり、 揺れ始めるかもししませんしね常に覚悟がいるんだろうと思いますけども覚悟してる人はあまりいないということでございますそしてですね大きな災害が起きた時に私たちは収入源どううすするんだいうことといこにもなります国は今回の感染症でもほとんど保障してくれずにマスク2枚しかも不人気で在庫大余り、まあ、こんなことをやるわけですよ金文ぷんかんですよね その中でも生き延びていこうとしたら、もしくは自分の大切な人を守ろうと思ったら、普段から何が起きても大丈夫なような収入体系や資産状態にしておかないといけないかなと思うんですよね、少なくとも。まあもちろん、私の家の直下でドカーンと起きたらもうどうしようもないですけどね。でも、せっかく生き延びれたのに、その後の生き延び方が八方塞がりだともったいないなと思うんですよ。もちろん、一部の人しか 生き残れないっていうのはもう前提です。全員がね、ネットで食っていけるわけじゃないんで。でもそれは何が起きても、生き延びる人って一部なんですよね。体力的、体格的なものもありますし、年齢もありますし、基礎疾患もありますし、なんかいろいろな条件が自分を生かしてくれたり、生かしてくれなかったりするのかなと思います。これから何が起きるんですよね。 まず少なくとも、少なくとも。あ、俺やったなと。これはやり残さなかったなっていう自信を持っているものが、私はね、いくつもあるんですよ。もちろん、まだまだ果たしてない欲望もたくさんあるし、これからもたくさんできると思うので、例えば、初めの一歩。前巻買ったんですけども、まだね、七巻までしか読んでないんですよ。みたいなね。あとね、宇宙戦艦マと、 DVD 買ったんですけど、まだ見てないんですよ。こういうふうにやり残したことはありますけども、ただ、やり残さなかったことも多いなというところでございます。常に、今日がラスト1日でも、俺やったなと思えるような1日にしたいですね。そして、自分の生きた記録が YouTube に残っている。ああよかったと。私は思うんですけどもね、いかがですかね、吉田さんね。本当に、これから私たちが生きてるうちに、 未曾有の大災害、感染症とか東日本大震災みたいなもんではないとてつもないのがドカーンと来ますからねそれはししておきましょう仕仕方方ががなない、仕方がないですでも終わりが来るというのが分かっているんでそれがいつか分かりませんけどもいつか分からないからこそ後回しにせずに勝負しとかないけんですねいってらっしゃい。